原発集会にお越しの方はなるべく左側の集会のシャドからお入りください。今一人一人が変化をしなければ何も物事は変えられない、そういう現実に気づいた人々がここに集結しました。力を振り絞って750万、現在すでに780万筆ですけど集めました。それを6月15日首相官邸に持ってきまして藤村官房長官に提出しました。しかしその次の日大井原発を再稼働を決めました。こんな政府はありますか。こんな主権者の声を民意を汗と涙によって集めた署名を積み潰して平然としている、このような内閣に私たちは脳を突きつけたい。ここにいる何人かのみんなと同じように何かしなくては何かできるか、そういうことを考えながら悶々としていた時期があります。その中でやっぱ絵とかそういう表現しているものに自然にそういう思いが出てきました。でもそれを自分でこうだっていうそういう自信もないし、そういう意味では何もできませんでした。ただそれを僕がそうやって自然に描いた絵や自然に作ったものを自然にこういう行動を起こした一般の人たち、そんな方々が僕が昔に描いた絵を、この絵じゃないんですけど昔に描いた絵をどっかから探して何かデモに使っていいかと言われ、もうどうぞ使ってくださいと、なんかそういうふうにして僕は僕なりに参加してきたと思います。でどうもありがとう。あの東京も食べるものは汚染されています。大人は覚悟して食べればいいけれども、小さな子どもたち、それから子どもを産むお母さんたちはそれをどうやって避けるのか、もう道はないんですよね、日本列島全部ね。でこれがこの状態が非常に異様なことだということをみんなが考えなければならない。で私はしみじみ思っていますけれども、日本の政府は日本人からふるさとを奪ったと思います。福島の人たちはふるさとへ帰っていきたいけれども帰っていけないじゃありませんか。帰るということは核に汚染されることを文字通り意味している。もう嬉しいねと思います。みんなこんなに応援してくれて、それで悲しいのか嬉しいのか分かんないんですけど、この福島ののぼりを立ててるとみんな頑張ってねとかね言うんですよ。悲しいんですよこれって本当はね。だけどありがとうって言うしかないですよ。みんな心優しいと思いました。家から一歩出ただけでもなんかやっぱりいつまでも怖いというのが続いていますね。それからあの別に娘がいるんですけど、もう結婚とかの子供産めないんじゃないかってこう心配していますよね。本当に福島の人の気持ちっていうのがわからないなってとにかく思っています。そういう時にあの原発稼働するなんか許せないなって思います。そうですね、あの週末は福島から避難させることを優先してきたので大きな集会を初めてですね、はい、で子供を連れてきたのも初めてです。週末はやっぱりいろんなところに、はいはいはい、姉の宮城県にいる姉のところに、金曜日の夜連れてって日曜日の夜連れて帰ってくるような生活を結構繰り返してきましたので、今日来てみようと思います。今日は来てみようと思います。今まで週末はいろんな、はい、子供に見せたい大きい集会を、このエネルギーを見せたいっていう、はい、私ども官房社そして経産省セント村電子力発電所は、それから命の水の霞ヶ浦を放射能汚染から守ろうの皆さんも届きます。その放射能とからは電気も大事だけど四大学教頭、放射線のことだと思っている、それから浜ヶ崎教頭の皆さんが届きますのでよろしくお願いします。原発いらない、原発は絶対反対ですね。原発いらない、そういうことです。全て失っちゃう一瞬のうちに。
原発いらない、原発いらない、福島原発事故忘れるな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 、原発いらない、再稼働反対、原発いらない、再稼働撤回、再稼働撤回、原発いらない、大変じゃないですか、再稼働撤回、何ヶ月、まだ5ヶ月、でもこの子の未来のためにも再稼働撤回、原発反対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 、再稼働反対、再稼働反対。